いどうも、平日様です。今回は私、平日様がビールにまつわる様々なことを紹介してまいりたいと思います。今日は横浜ですね。はい、港未来線の、はい、馬車道の駅ですね。もうここでですね、港町の景色をね、眺めながら、はい、美味しいビールが飲めるビアレストランがあるので、はい、でさらにそこはブルワリーも併設してて、おービールを作ってるんですよね。なるほど。はい、なので今日はね、そちらに行ってみたいと思います。はい、はい、オー。ヘイジーズトムのワンパイント TV。 到着しました。こちらね、エボブルーイングさんですね。エボブルーイングさん、はい、はい、アパホテルの1階にあります。では中入っていきましょう。おーい、ここに中の様子が書いてありますね。広そうですね、店内。かなり広いよね、これ、はい、こうホテルのエントランスだよね、これ完全に、うん、うん、おで、ここが入り口ですね。はい、はい、エボブルーイングさんでーす。こんにちは。こんにちは。こんにちは。レボブリングようこそ。お待ちしております。レボブリングの佐藤さんですね。はい。ビティマネージャーの佐藤です。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はもう早速、はい、ビールを紹介していただいて、はい、飲んでいこうかなと。あ、ありがとうございます。あの、ぜひ全種類飲んでいただいて。わかりました。いけるかな。全種類、せっかく横浜まで来たからね。じゃあ紹介していただきましょう。よろしく、早速、はい、お願いします。ワンバイ TV。 弊社のビールは飲まれたことがあります。お店ハイジアの方で、はい、和の方を取り扱いさせていただいて、ありがとうございます。お客様にも好評でした。すごく嬉しいですね。はい、じゃあワン以外は、ワン以外まだ飲んでないんですよ。めちゃくちゃ飲みたいです。じゃあ早めに説明を終わらせた方がいいですよね。はい、もう早めに飲んで巻きでお願いします。一応の弊社は、はい、まあ、印象に残る、まあ、ビール作りということで、結構個性的な味なんですけど、ちゃんと美味しいっていうビールを、うん、一応目指していまして、うん、そういったのちょっとネーミングも味も面白いようなビールを作っていて、うん、そういう感じでこうキャラクターを立たせながら、うん、ちゃんと美味しいっていうビールをいろいろ作っているのが弊社になります。これ全種類行きたいな、はい、テイスティングのセットもあるんですね。そうですね、テイスティングセットも、はいはいはい、ご用意ございます。じゃあ、それに合わせる料理とかも作っていただいてる間に一回じゃあ、うん、ブルワリーの中を見てもらうという形で、ね、はい、せっかく ね、ブルワリー併設なので、はい、なんか紹介ね、今日していただけるところなんで、はい、ぜひちょっと紹介していただければと思います。確かにありました。はい、ワンバイ TV。 はい、今ね、佐藤さんにビール紹介してもらったんですけど、店内ねかなり広いんで、そうです、ね、ちょっとねなんか見させてもらおうかな。はい、思います。すごいね、ソファー席もちょっと高級感あるんじゃないですか、うん、ね、すごい奥も広いですよこれ。あ、これすごいよ。いや、これすごいですね。めちゃめちゃ感がある、ね、うん、うん、広いね。すごい、こっちもある、まあ、またここはちょっとここでなんか貸し切りのね、何かできそうですよね、うん、あの絵もね、ちょっとかわいい。ここいいんじゃない、デートとかに。いいですね。夜になったらね、ライトアップされるから、うん、まあいいですね。じゃあ佐藤さんに、はい、ブラリの中ね、紹介していただけるってことなんで、はい、そっちへ行きましょう。はい、はい、ワンバイ TV。 では中をご案内させていただきます、はい、よろしくお願いします。こちらが実際の、はい、麦汁ですね。あの麦の汁を作っている設備になっていて、はい、まあ、最初麦とあと水ですね、はい、をこう合わせてあげると、
まあ、あの甘い麦汁ができて、はい、で、甘い麦汁ができたら、まあ、最初殻とかも全部一緒に入れて、まあ、甘酒みたいな感じのこうなんかドロドロしたような感じのものをパッチに入ってるんですけど、はい、そこからこう麦汁水分の部分だけをこっち側に移動して、うんうんうん、でそこでホップですね入れて、はい、こう苦みとかこう香りをつけるために煮沸しながら、グツ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 煮込み終わったやつを今度はこっち側に移してきてあげて、はい、であの酵母を入れてあげるとアルコール発酵が始まって、うんまあ、どんどんビールとして出来上がっていくっていうのがすごくざっくりとした、はいはい、説明に、なります、はい、分かりやすいです。ありがとうございます、はい、弊社だと例えばこれ1回の仕込みでだいたい600リッターぐらい一応1回で作ることができる600リッター、はい、生産能力があるんですけど、はい、一番ちっちゃいところだと本当10リッターとかそれぐらいの量で作ってるところもあって本当にもうあの、はい、ラーメンの寸胴みたいなこれの代わりで作ってる、はい、ところもあったりとかそうなんですね、はい、すごいですね600リッターは10まである、はい、幅がねそういう幅がすごい、はい、本当にあの大きさでもピンカーキーマンになります、うんうんうん、実際の麦芽とかホップとかってご覧になったことってありますか？ピーレットはあるんですけど、はい、あの生はない生というかあの、はいはい、ちゃんとあれになってるのは見たことがない。試しにちょっとこうサンプルみたいにあるんですけどそれちょっと見てみます、はい、あ、いいですか、はい、じゃあまずこれが実際の使う麦ですね、ビールの場合は麦芽っていって、まあ、発芽させて乾燥させたものを使っていくんですけども、まあ、大麦とか小麦とかいろいろなある中で B の場合大麦をメインで使っていきます。コーヒー豆と同じような感じであの焙煎する度合いですねがあの、まあ、違っていて、まあ、こういう明るい色の麦芽もあれば黒ビールをこう作るようなこう真っ黒い麦芽もあったりとかします。黒ビールとか作るときはこういうのをちょっと入れてあげると、うんうんまあ、いわゆるああいう黒だったりとか見た目と、はい、あとはそのコーヒーみたいなチョコみたいなこうフレーバーをつけることができるっていう感じで、でこれをまあこんな感じでこう細かく砕いてあげたやつに60度ちょい上ぐらいのお湯ですね、お湯を混ぜてあげるとこの中に酵素が入っていて、まあ、でんぷんが、糖に分解されていってこう甘い麦汁がどんどん出来上がっていきますよっていうシステムになってます。はい、もう一個重要な、材料がホップ、はい、ホップですね、はい、ホップもたくさん種類があって、はい、実際は皆さんあの CM とかだとあのこういうつぼみになってるようなやつですね、うん、あの見かけるかなと思うんですけどよくあのクラフトブルワーに使われているのはこういうペレットっていう状態になっている、はい、乾燥して固めたようなやつですね。これもあの品種によってさまざま香りや、苦味の出方っていうのが変わってきまして、例えばこれモザイクっていう名前のホップですね、うん、モザイク聞いたことあるね、はい、これ試しにちょっとこう押しながらクンクンしてもらえると多分香りがすると思うんですけども、はい、うん、これザ・ IPA だっていう香りがすると思います、うん、もう完全にこの香りしますよね、はい、これをこう組み合わせを変えたりとか入れるタイミングを変えたりとか量を変えるだけでもまずキャラクターが変わってくる、はい、あとはまあ水も軟水硬水って変えれますし、うん、あとはその酵母も例えばスーパードライみたいなキレがある、はい、ビールを作る酵母もあれば、はい、ちょっとこうふくよかなエール系のビールを作る酵母もあればみたいな感じでたくさん種類がでフルーツとかスパイスとかも入れられたりとかビールとかあるので、はい、その分掛け算分いろんなビールが出来上がる、うん、がそういうことなんですね。ですね、あ、面白いね、クラフトビール、うん、ワンバイ TV。 じゃあね、早速飲んでみたいので、ね、佐藤さんついていただけることなんで、はい、一番目はやっぱりね、あの最高一番セッション IPA で、4% 飲みやすそうですね。うん、実はね、サワケ行ってみましょうか。サワケ、はい、はい、アロアロ IPA、はい、サワー IPA ですね。フルーティーで飲みやすいと思うので、はい、でまずこちらが最高一番ですね、はい、こちらが、はい、アロアロ IPA になります。はい、僕がこれが最高一番で、ミザがアロアロ IPA です。アロアロ IPA、はい、乾杯、乾杯、乾杯。お、めっちゃ飲みやすい、香りもいい。ちょっとこれなんか、ん、なんだろう、独特な感じだな。あれでもなんかちょっとハーブっぽい感じするな。もうすっきり飲みやすい、ちょっと濁ってるけどね、はい、綺麗な色。みずさんどうですか、サワー。いや、もうこれめちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。どんな感じ。めっちゃ好きな、ちょっと酸っぱい、うん、ザ・サワーっていう感じ。ザ・サワー、はい、わ、いいですね。一番好きなタイプの、おえー、
味です。これね、面白い。え、セッション IPA でしっかりこんな味なんだ。すごいな。初めての感じです。うん、美味しい。グラスも可愛いよね、これ。ちゃんとロゴ入りの。これ、酔っ払っちゃうね。グビグビ。もうだいぶないよね、水。さっぱりしてて、こうスルスル飲めちゃう。だけど、味はしっかりあるみたいな。うん。一杯目はね、いいと思います、こういうの。ワンバイ TV! じゃあ次はうちらもあの缶でね飲ませてもらったワンを行きましょうか。こちらのワンに合うね料理出していただけるってことなんで。はい、ありがとうございます。おお、クリアなね、うん、いい感じですよ。はい、綺麗。ベストコースIPAでこちらに合わせる料理をはいはい、ちょっとサトさんにチョイスしてもらったんで。はい、はい、すごい。箱足のグリルです。箱足のグリル、これダイナミックっすね。めちゃめちゃうまそうなんだけど。あ、でもこれすごいね、ちゃんと足を丸々グリルしてます。いただきます。はい、はい、え、これめっちゃうま。やば、これね、合いますよ絶対。最高。わ、これやばい。この魚介の旨味と苦味のあるウエストコースの合います。ワン、すごいな。噛んでね、飲んだ時ももちろん美味しかったんだけど、え、今タップで入れてもらったんだけど、すっごいフルーティー。こんなフルーティーなウエストコースなの、すごいね、これ。これはね、人気出ますよ、やっぱり。美味しいです。ワンバイ TV! で、じゃあ次は、ヘイジーのね、タイプを飲ませていただこうかなと思ってまして、DDH、ヘイジー、ヘイジー IPA、ください。はい、こちらのね、DDH、ヘイジー、ヘイジー IPA、これとね、合うお料理を出してもらいますね。こちらがですね、はい、合わせる料理になりまして、はい、自家製の3種ソーセージも居合わせ。3種、はい、素晴らしい、これ。その前に DDH ヘイジーヘイジー IPA いただきます。はい、あ、やばい、めちゃくちゃうまい。これ、これめちゃめちゃ濁ってるんだけど、そこまでもったりしてないの。あのヘイジーって結構これぐらい濁ってると、はい、もったりしちゃうとか粉っぽくなったりするね。小麦とかその大粒麦とか入れることで、はい、ちょっとザラザラしたりそういうの感じちゃう時あるんだけど、すっきり。しかも DDH でしょ、うん、ダブルドライホップね、うん、だから後追いでホップのさ、ね、香りをさらにつけてる。テイジー、これ美味しいよ。テンション上がってきた。うん、テンション上がってきた。じゃあこの美味しいヘイジーに、ソーセージ合わせていきます。はい、3種類ってことなんですけど、細いのからいただこうかな。グリル系用意。うん、肉々しい。ほんと粗挽きね、肉感がすごい。香りもすごくいいし、自家製で作ってるのすごいです。うん、で3種類あるから、これがハーブかな多分。はい、うまい。はい、うん、いやもう香りが僕の方までね、すごいよね。もう一種類がカレーっぽい感じ、ちょっとスパイシー。いや、だいぶスパイシー。パクチーが一緒についてきたんですけど、絶対合う。パクチー大好きだから。うん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 、これもうビールが完全に進むセットです。ワンバイ TV 最後ね、デザートです。デザート、はい、本日のデザートタイム、飲む信玄餅、ちょっとデザート代わりにいきたいと思います。はい、香りをすごく楽しんでほしいので、わざとちょっとワイングラスでご提供させていただきます。じゃあちょっとあのね、今日ご協力いただいたんで、はい、佐藤さんとちょっとね乾杯したいと思いますので。多いですか。佐藤さん、はい、一杯。じゃあ、次どうぞ。じゃあ、今日すいません、はい、ありがとうございます。乾杯。香りがめちゃめちゃいいよ、これ。うん、はい、で隣であの佐藤さん、しみじみうまいって言ってる。それは自分の作ったビールが美味しいですね。どうですか、その、はい、飲む信玄餅は。飲む信玄餅、甘いんですか。甘ったるくはない。嫌な甘さじゃない、ほのかな甘さですね。うん、飲み口がちょっときな粉っぽい感じがする。
嬉しいですね。もう的確にもう全部コメントしてくださっていて、もうおっしゃる通りで、ベースの、まあ、麦汁を作るときに、うん、ちょっとまず黒糖を入れてて、まあ、それがちょっとこう深みがある、甘ったるくない甘さって言ったらいいですか、ね、うん、はいはいはい。その後の工程で、きな粉を大量に入れてるというか。きな粉、はい、入れてるんだよ。入れても、実際に入れてます。うん、はい、うん。そういうちょっとこう、信玄餅っぽい、ちょっと飲んだらワオって驚くようなビールに仕上げてる。へ、うん、めっちゃ飲みやすいです。これちょっとびっくりです。はい、飲む信玄餅ね。はい。皆さん、レイボーブルーイング来たら、絶対これ飲んで。はい。ぜひ飲んでほしいです。はい、ちょっとレボさんのミルクがすごい。 IPA から水で飲んだサワーもそうだし、うん、このスタートもそうだし、素晴らしいです。ワンバイ TV。 はい、というわけで本日はね、横浜にあるレボブルーイングさんにお邪魔しました。もうすっかり佐藤さんに、ね、いろいろ紹介していただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、で佐藤さん本を出されてるんですよね。はい、はい、そのタイトルがなんと、はい、うまいビールが飲みたい、ビール初心者もビール沼にこう突っ込めるような浅いとこから深いとこまでまとめた一冊になってます。素晴らしい。皆さんね、よかったらこちらね、本もぜひ読んでます。はい、平日さんのチャンネルもぜひね、よかったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。ではそれではね、今週も美味しいビール飲んでいきましょう。バイバイ。バイバイ。